今日も一緒に頑張れん。はい、どうもレインです。よろしくお願いします。今日は朝です。おはようございます。今日はちょっと久々に朝活ドライブしたいなと思って、まあ、朝活ドライブね、今まで何回かやってきとって、主に美味しいご飯を求めてねドライブしたんやけど、今日はね、あのめっちゃ美味しいパン屋さんあるが、ビドフランスやっけ、あのパン屋さんがもう何年も食べてなくて、あそこのパンがここ最近ずっと食べたかったから、ビドフランスのパンを求めてドライブしていきたいと思います。マジで美味しくない？あそこのパン、まあ、たまに買ったら感動するレベルなんよな。というわけで、せっかく早起きしたので早速行ってきたいと思います。今日も暑いのでクーラー効かせてレッツスタート。暑い。ちょ、クーラー効かせすぎてクーラーの音うるさいかもしれん。いやでも楽しみ。パン屋さん、パン屋さんのパン食べるのいつぶりやろ。なんかさ、初めて高校生ぐらいの時にビドフランスのパンを買って食べて、その時なんか調理パンみたいなの食べたんやけど、めちゃめちゃ美味しくて感動した思い出があって、駅のホームで感動しながら食べとった思い出がある。駅のホームで食ったんかいって感じなんやけど、あどうしよう、ガソリン入れてから行こうかな。ガソリンだな。ガソスタ、ガソスタ。ウィッシュ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 。閉めたよね。閉めとった。何の話しとったっけ。わー飛んだ。ビドフランスの店舗が多分岡山駅と倉敷駅にあって、多分2店舗やったと思うんやけど、まだあるんかな。ちょっと私が知っとるやつ両方とも駅にあるから、駅にあるパン屋さんなんかな。ちょっと詳しくないからあれなんやけどね、美味しいから好きということで。いやでも私パンはやっぱり調理パンがめっちゃ好きで、菓子パンよりも調理パン派。玉ねぎとかね、具材が乗っとるパンいいですね。でっかいトラックが目の前に来てやったよ。わ、排気ガスがすごいけど、お礼してくれてる。そうで、ラインナップ調べたら結構なんか調理系で美味しそうなやつもいっぱいあって。でもあれやな、ちょっと回転ダッシュかましゃよかったんかもしれんけど、今ちょっと起きてから結局時間経って9時ぐらいやから、7時回転やからもう2時間経っとるね。朝6時に起きたからちゃんとそのまま準備していけばよかったんやけどね。でも逆に回転ダッシュした方がない場合もあるやんな。ちょっと間に合わなくてまだ出てないですよみたいな。私が働いとるミスドはそうやった。早朝からせっせとドーナツ作っとったけど、回転に間に合わん時もあったから、ちょっと一部出てないドーナツとかもあって、だから逆に回転から30分1時間後とかの方が安全に安心に商品全部揃っとるよっていうパティーンがよくありましたね。だから私は開店直後でね、全種類商品が揃ってなくてもね、虫がたないよねっていう、なんか店員さんの気持ちになっちゃう。早朝からキッチンで働く人あるあるというか、なんかカレー屋さんできてる。ラーメン屋さんめっちゃ並んどる。なんか前に視聴者さんがちょっとやばい、バスこんなとこで止まるの私やばい、こっち行かせてくれへんか、センキュー。前視聴者さんがなんかラーメン山岡屋がなんかできましたよ言うて教えてくれたんやけど、あそこにできたんね。なんかまあ吉野家じゃったとこ潰れとって、わー吉野家潰れとるって思ったんやけど、ラーメン屋さんができとった。あそこの吉野家は特に行ったことなくて、ドライブで見かけたことがあるレベルやったけど、なんかちょっと悲しくなっとったらラーメン屋さんができとって、それはそれで行きたくなった。ちなみに今日は岡山駅のビドフランスに行こうと思っております。岡山駅行くのもめっちゃ久々。基本電車とか使わん人間やから、あんま用がないっていうね。というわけで着いたので買ってきたいと思います。わー駐車してる隣、開けないで。
はい、というわけで帰宅しました。いや暑かった。でもセミもミンミン鳴いとるし、めっちゃ暑いし、子供も多いし、夏休み感マシマシやな。というわけで美味しそうなパンがいっぱいありすぎて、マジで何買おうか迷ったんやけど、全部で5個買ってきました。朝ごはんで食べれる量とか考えずに欲しいもの買ってきた。まずこちら、カリカリチーズカレーパン。パン屋さんのカレーパンほど美味しいカレーパンなくない？そしてクリスピーチョコクロワッサン。あ、これチョコクロワッサンやったんや、知らずに購入。そしてこちらって何にも見えない。ちょっと手先も拭いたけど、もう一回拭きますね。安全に。おーおーおー、よしペッパーフランク。これなんか肉フェスだっけ、なんかそういう系のやつやっとって、めっちゃ美味しそうなやつ。ガチやばくない？フランクがさ、もうふんだんにドンって。そしてこちら、贅沢マンゴーロール。おすすめ新発売って書いてあって、めっちゃ美味しそうで、今これ袋開けたらすっごいいい匂いする。これ楽しみ。そしてラストはもちもちごま&ドーナツ。定番にめちゃめちゃ美味しそうやった。以上5点を買ってきたので、ちょっとどれを食べるか厳選せんとあかんな。マンゴーは今絶対食べるでしょ。でフランクもめっちゃ美味しそうやから、この2つは絶対食べよう。じゃあフランクからいただきます。ガチ美味しそう。これですよ、やばい、めっちゃがっつり朝から。じゃあいただきます。うん、うん、まっ。すんごい肉感。じゃ食べかけ見せるね、せーの。おい、わかるかな、このフランクの太さ、ものすごいボリューミー。上に乗ってるこう、なんだろう、黒胡椒系のやつがめっちゃなんかスパイシーで美味しい。最高のがっつり朝食パン。パンも美味しい。ほんと久しぶりに店舗入ったけど、マジでいろんな種類のパンあって、もう全部魅力的やった。私がちょっと大食いの胃を持ってたら、全種類食べてみたって動画上げとったであろう。そのぐらいマジで全部美味しそうやった。フランクごちそうさまでした。マンゴーいただきます。マンゴーも結構ベタベタしてて、これ早く食べんと中で染みるとこやったわ。じゃパンとマンゴーを食べるの初めて。こんな感じなんやろ。ちょっといただきます。美味しい。めちゃめちゃマンゴー、なんかマンゴーのタレマンゴーエキスが染み込んで、パンがちょっと柔らかくなっとって食べやすい。フルーティーでさっぱりしとって食べやすいパンや。マンゴーもトロトロでパンとの味見が良くて最高でございます。美味しゅうございました。なんかめっちゃお腹いっぱいになったけど、カレーパンちょっと食べたさあるんよね。でもなんかめっちゃお腹いっぱいになってる。いやダメだ、思い出した、ココスの朝食バイキングくらい食べた時のこと。いやでもこのサイズのパンって2個食べたら割とお腹いっぱいになるやんな。みんなはどう？あ、でもなんかめっちゃ美味しそう。ちょっと食べよう。これ食べれんかった分はまた夜ご飯とか昼ご飯とかねするので、ご安心ください。カレーパンです。めっちゃめちゃ美味しそう。衣がでかい。じゃあいただきます。めっちゃ美味しい。なんか正直そんなカリカリって言ってもカリカリ期待してなかったんやけど、カリカリでした。でっかい衣がカリカリ。ガチの食べかけ見せるから苦手な人は注意。せーの、じゃ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 ん。わかるかな、チーズもめっちゃちゃんとたっぷり入ってんのよ。カレーは辛くなくて、すっごい誰でも食べやすい感じ。マジで美味しいこれ。そういえばね、帰りに本屋さんに寄って、久々にアニメ雑誌買った。スプーンで読み方あっとるよね。スプーンって雑誌なんやけど、これが表表紙 で裏表紙がね、こちら。これね、今私が好きで見ている東京リベンジャーズのね、松野千冬くんっていうキャラクターなんやけど、この裏表紙に惹かれて買った。え、めっちゃ美女よくない？え、美女えぐない？これちょっと絶対顔ファン増えると思うんやけど。確かポスターもついてるよね。おんおんおおおおおおおでかっ。
めちゃめちゃでかい。ちょっとお部屋に飾るには恥ずかしすぎるので飾れんけど。ガチいいビジュ。みんなもぜひ顔ファンからでも始めていただいて。同担拒否じゃないから推しが増えるのは嬉しいので。あ、めちゃめちゃいい感じに特集組まれとる。うん、呪術廻戦もある。鉄骨先輩。さっさとカレーパン食べます。うん。カレーパンめっちゃ美味しかった。冷めてもあんだけカリカリってことは出来立てもっとやばいと思うから、また買います。というわけでごちそうさまでした。はい、というわけで久々のビドフランスのパンめちゃめちゃ美味しかった。本当にもう私が毎日岡山駅を利用する人だったら毎日通ってる気がする。まあ夏やけ朝も暑いんやけどドライブできて爽快やったし、パンも美味しかったので朝活ドライブ定期的にやろうかと思います。なんかね、もし朝活ドライブ動画でこんなん食べてほしいみたいなのがあったらぜひコメントでください。というわけで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思っていただけたらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok のフォローと LINE の友達追加もぜひ。というわけで今日の動画終わりです。お疲れん、ありがとうございました。マジで美女がいい。ちなみにこんなに堂々と裏表紙やけど、この子全然主人公とかじゃなくて、でもまあこれから活躍するキャラなんやけど、すごい可愛い、えぐい中学2年生です。